はい、皆さんこんばんは。12月7日のしおチャンネルです。じゃーん、こちら紙の毛、紙の毛という雑誌というか書籍です。定期刊行物らしいんですけれども、紙の毛というのは世田谷区紙の毛が発祥なので紙の毛。まあ、私は、まあ、都議会議員の時には紙の毛のすぐお隣の奥沢に住んでいたので非常に馴染みのある地名です。はい、格闘技と、プロレスの書籍なんです。今日こちらの取材定談を行いました。編集者合わせて3人で定談なので、まあ、雑誌ができた時には大井陽一さんという放送作家時代の先輩がこちらに連載を持っていて、対談って形になってるかもしれないんですけれども、こちらのコーナーで放送作家でありつつザ・アウトサイダーという、まあ、格闘技のチャンピオンだったらしくて、先輩はで私のプロレス騒動を非常に心配してくれてですね、これで対談しないかっていう風に言ってくれたり、ぜひ見に来てって言ってくれてた、プロレスの団体さんにつないでいただいたりもしました。今日はこちらの紙の毛という書籍で対談をしました。1月5日の発売になるのでぜひ読んでみてください。また発売になったら皆さんお知らせしたいと思います。本当にプロレスの件では皆さんにご迷惑とご心配をおかけしました。久しぶりに見に行って とても楽しかったですし、これからは昔を思い出してまた見に行きたいですし、結構も行ってますね。また年末も行こうかなみたいな感じで、楽しみにしてます。と今日は直感の会で勉強会をやっておりまして、今日は第3回泉房穂前明石市長をお呼びして熱意とか政権交代何が必要かとかそういう話を聞きました。うん、ものすごく熱くて冒頭部分をこの後、つないで皆さんに動画を撮ったのでお伝えをしたいんですけれども、非常に熱いお話でした。子育て支援をしっかりやることで最終的に商店街もお金が回るようになったし、高齢者支援で5つの無料券を配ることができるようにもなって、3期やる中で子育て支援にまずボンとやることで地域を回して、そして上手に潤沢に今度は税収にもつながってきますから、それで高齢者支援までやるという形で3期12年の間でお年寄りから、お子さんまで、特に子育て支援を充実させたことで非常に施策が充実したという話を聞かせていただきました。まあ、唯一就職氷河期世代についてはお子さんのいない、結婚していない、できなかったという方についてはそこの政策が抜け落ちているということは非常に残念そうにお話をされていたんですけれども、それ以外の部分では、まあ、赤ちゃんからお年寄りまで無料券とかそういったものをしっかりと税金で、回していくことによってみんなの暮らしが、他の自治体よりも良くなったという形で、泉房穂市長ありがとうっていう声が泉さんがいろんなところに行くたびに市民の方から届いているっていう非常に珍しい政治家、首長さんだというふうに思います。頑張れよってのよく言うけどね、ありがとうありがとうって言われる首長なかなかいないと思うんですね。ここは物言いが乱暴だったりとかするので、もうハラスメントだとか乱暴なの良くないって声も聞くんですけれども、まあ、それぐらいのハラスメントはダメですよ。そうではなくて強い意識を持ってやっていかなければ改革はできないんだなというふうに感じました。まあ、特に事業の見直しをすることで高齢者とか子育て支援にしっかり回すこと、暮らしは本当にみんな困ってるんだと、30年間給料上がらないのに負担は上がってるからみんな苦しくなっているんだから事業の見直しをまずやって財源を作って子育て支援にドンと置くことだってことは非常に重要だと、それをやってきたというふうにお話をされていました。そして前例主義からの脱却、まあ、つまり事業を見直ししようにも前例主義から脱却できないと変えられないってことがあるらしいので、前例主義からの脱却ということらしいです。官僚とか行政マンとかこれまでの決まったものをやっていくので、まあ、いろんなものを方針を崩していくとか変えていくっていうことはしたくないししないという習性があるということで、方針転換を示していくのはそれこそ私たち政治家の役割であるというふうにこうギュッと言っていました。これは確かにそうだなっていうふうに思いました。首長によって大きく政治が変わる、明石は大きく変わったということがあるので参考になりました。情熱、判断力、責任、この3つを持てば政治は変えられるというふうにおっしゃっていて、特に軽減税率です。食べるものとか食料品はもう、消費税はゼロにした方がいいんじゃないかっていうふうにおっしゃっていて、まさに軽減税率で食料品をゼロにしていこうって話をされていました。まあ、立憲民主党は軽減税率に対して相当反対をしてきた経緯があるので、まあ、線引きが難しかったりとかね、なので軽減税率を広げていったりとか、より税率を落としていくという議論には正直なってないんですけれども、その代わりに給付付き税額控除という形で所得の高い方には還元されずに所得の低い方に対して還元をしていくというものを提案させていただいています。これは非常に頭のいい方法でロジックとしても運用としても非常に OK なものなんですけれども、まあ、選挙対策としてはインパクトが弱いというのは私も確かに思いました。確かに軽減税率で食料品消費税ゼロって
言えば給付付き税額控除の方が非常にスマートだし理にかなってるし、ロジックとしても正しいんだけれども、本当に政権を取るぞっていう情熱があるのであれば、まあ、庶民は食べるにも困る人が出てきているんだ、そうであれば食料品は消費税ゼロだっていうのは一つありなんじゃないかなというふうに思いました。ただいつも言うというよりは、選挙の時のここ一番で野党がしっかりまとまった時に、軽減税率をしっかり入れていって食料品は消費税をなくしていくっていうのは一つありだと思う。私自身イギリスにいたりとか海外にいたので、軽減税率には慣れてるんです。なんで日本やらないんだろうというふうに思っていたぐらいなので、立憲民主党に来てみて、野党は当時軽減税率入れる時に猛烈な反対をしたということもあるから、まあ軽減税率ではなくて給付付き税額控除という形になっているのもよくわかるし、そっちの理にもかなっているんだけれども、情熱で変えていく、そして前例主義の見直しということであれば十分あり得るんじゃないかな、それぐらいの情熱で政権を取りに行くんだっていうのは私は賛成だなというふうに思っています。消費税を全体的に下げると、みんなに下げていくと、最終的に消費税というのは私の考え方でいけば全部下げてしまうと、高所得者に対しても恩恵があるものですから、私としては給付付き税額控除、または食料品軽減税率をぐっと下げていくっていう方が、そういった意味では逆進性はなくなってくるんじゃないかなというふうに思っています。ということで今日は泉房穂さん、非常に情熱的で面白かったですし、政権取るんだ、首長を取ってしっかりと政治を変えていくんだ、暮らしを良くしていくんだっていう勉強にもなりました。情熱しっかり受け取りました。ということでまた明日。明石の市長という基礎自治体でしたから、ものすごくリアリティ持って、12年の市長のうちにどんどん生活が苦しくなっていってるのはもうつぶさに感じてる。そういった中で、市長指定運営をしてきた立場から改めてキーワードとしての国民を救う、今こそ国民を救うというあたりを一つ目、二つ目につきましては選挙の話です。選挙は勝てます。金もいりません、組織もいりません。本当に熱い思いが国民に伝わったら選挙勝てるものだという、本当にそう思っている。現に私自身は自分の選挙も圧勝してきている。私が出なくても自公にダブルスコアで赤字市長勝ってる。赤字でなくても隣今近頃のとこでも一瞬で現職倒した。所沢勝って下馬評を覆して圧勝してる。簡単や、そんなもん。国民の心を掴んだ勝てるに決まっとるやないか。有権者の方を考えたら庶民の方が多いねんから、どんな政党幹部より偉いさんより普通に暮らしてる人が多いん。どっちが多いねん。一人一票やないか、選挙制度っていうのは。選挙は勝てるもんです。それをせこくするから勝たれるのであって、一瞬で勝てるという話を二つ目に少しお話をしたい。三つ目、やはりキーワードは発想の転換で、これまでの思い込みの延長線上に未来はないと。特に立憲に関しては厳しい言い方ですけど、今の立憲に未来はあるわけじゃないんだから、思い切ってしっかりと方針転換しないと未来はありませんよ、そんなもん。こんなに手堅くの与党なのに、なんで立憲の方に期待感が高まらんねん。それは与党が悪いだけじゃなくて野党も悪いからですよ。そういう意味では励ましの意味も込めてですね、今こそ発想の転換をというのが3つ目。そして最後4つ目は、今は夜明け前です。夜明け前が最も寒くて暗い。でもまもなく夜明けやと。夜明けが今回ったら国民も苦しいにしょうがないから、ええ加減に朝見たいやないの。そういう意味では今は夜明け前なんですよ。それをみんなが一番中心にいる人間が夜明け前と思ってないのは問題で、うち国民が溺れかけとんのに、前溺れてしまって死んでから言っても遅いねんがな。もうまさに夜明けを迎えるのは仕事なんですから、ぜひお願いしたいという意味においては、ご案内通り私のキャラも皆さんご存知でしょうし、毒舌キャラは変わりませんけれども、励ましの意味も込めてですね、言いたいことをはっきり前半お話をさせていただきます。よろしくお願いします。